本当に僕がこの部屋を自由に使っていいのかな。学校のカバンなど、ちょっとした手荷物を部屋に置き、周りを少し見渡していると、部屋の扉がノックされ、開かれる。失礼するわよ。どうかしました？私の方も一通り部屋を見終わったから、少し手伝いをと思って。まあ、その必要もないみたいだけど。いざよいさんはそう言うと、僕に割り振られた部屋のベッドに座った。それで？始まって数時間だけど、スバルはこの共同生活どう思う？どうって。いろいろ急だなと、この生活を提案したっていう、理事長だの代理だのって人の理由も何も教えてもらってないですし。そういえば理由聞いてなかったわね。結構重要な気もするのに、いざよいさんはそういえばで片付けれちゃうんだ。ある意味すごい。結構話は変わっちゃいますけど、いざよいさんはいの一番にあの人の話に参加するって答えてましたけど、それにも何か理由ってあるんですか？私あの時言ってなかったっけ？面白そうだからって。確かにそんなことも言ってたような、言ってなかったような。だとしても、面白そうって理由だけで参加するのは、僕にはできないかな。でもまあ、誰かがスバルと付き合わないと、この共同生活が終わらないってのもおかしな条件よね。それはまあ、話を持ちかけられた時からおかしかったですから、腑には落ちてないですけど、提案に乗った以上、受け入れるしかないですよね。全然腑に落ちないですけど。本当に全く全然、腑に落ちないのは分かったわ。それと、私のこといざよいじゃなくて、昨夜呼びでいいわよ。もう他人ってわけでもないんだし。昨夜さん。はい、昨夜さんですよ。なんだろう、すっごく恥ずかしい。それじゃ、私は他の人のことも見てくるけど、ある程度終わったら先にお風呂に入っちゃっていいから。わかりました。僕がそう返事をすると、いざよ。昨夜さんは部屋から出て行った。そっか。共同生活だから、お風呂とかも同じの使うんだよね。当たり前だけど。お風呂とかが複数あること願おう。そんな僕の淡い期待は、数分後に打ち砕かれるのであった。はぁ、どうしたのよ。お風呂上がりにそんなため息なんてついて。いや、別に。淡い期待が砕かれる音が漏れ出ただけです。何よそれ。大したことじゃないんで、あんまり気にしないでください。気にするなって方が無理でしょ。てか、今思ったんだけど、この状況得なのってあんただけじゃない？どうしてですか？別に僕自身、得だと思うことは今のところないですけど。いやだって、よくよく考えてもみなさいよ。この家に今いるのは、私含め、女が3人。それに対して男はあんた1人だけ。これって、俗に言うハーレムってやつでしょ？言われてみれば、確かにそうですけど、世の男が全員、ハーレムを夢見てるわけじゃないと思いますよ。少なくとも僕は、今でも得だとか嬉しいとか思ってはないですし。私があんたの立場なら、それなりに楽しもうと思うだろうけど、それすらもない感じ？楽しむ。定義にもよりますけど、自分から何かしようとは思ってないですね。まあ、あんたもあんたで変なのは分かったからいいや。そんじゃ、私はもう部屋行くから、おやすみ。おやすみなさい。翌日の学校はいつもと大して変わらなかった。お昼休みまでは、それで、僕の教室まで来てどうかしたんですか？いや、あの、スバルくんさえ良ければ、一緒にお昼食べないかな。なんて、お昼ですか。一緒に食べる相手もいなかったのでいいですよ。よかった。断られたらどうしようって思ってた。さすがに断ったりはしないですよ。レイセンさんのお話とか聞きたいですし。私の？昨日、昨夜さんとレイムさんとは少し話しましたけど、レイセンさんとはできませんでしたから。そういえばそうだね。ごめんね。謝ることでもないと思いますけど、たまたま話すタイミングがなかっただけのことですし。そうだよね。それじゃあ、移動しよっか。あ。はい、わかりました。なんだろう、この感じ。僕とレイセンさんは、お昼を食べるために屋上に場所を移した。そういえば、単純な疑問なんですけど、なんでうちの学校って屋上に入れるんでしょうね。さあ、私が入学した時には、入ってもいいってなってたから。その割には本当に人いないですよね。まあ、見える景色がいいってわけでもないからね。まあ、だから私はよく来るんだけど。レイセンさんは、そんなようなことを独り言のようにつぶやく。これは返事をしていた部位なのかな。わかんない。ねえ、スバルくん。一つお願いがあるの。私と。レイセンさんが、そう言いかけた途端、扉が勢いよく開かれる。話は聞かせてもらいました。あれ？もしかしてタイミング間違えました？もしかしなくても間違ってますよ。5本？し、
OK。どうぞ話を続けてもらって。本当に何なんだこの人。それじゃあ。あ、続けるんですね。え、ダメ？ダメじゃないですけど。まあ、いいので続けてください。スバルくんがいければでいいんだけど、恋人になる前に、私とで、デートしてくれないかな。と、ただ聞きたいことや、言いたいことはあるんですけど、まず、僕は今のとこ誰とも付き合う気はないですよ。それに、なんでデートなんですか？それは私がお答えしましょう。なんで？暇だからですよ。それに、何年かぶりの高校なのに、現役高校生のイチャコラを見せられる私の身にもなってくださいよ。厳密に言うと昨日も来てはいるんですけど。知らないですよ。てか、イチャイチャなんてしてないですから。彼女、稲葉さんは人見知りです。それも男性に対しては度が過ぎるほどに。無視ですかそうですか。ならなんで僕に対しては割と普通な感じなんですか？たまに違和感は感じますけど。それはまあ。アニメや漫画でよくある。主人公くんは他の人とどこか違うの。ってやつですよ。知らないですけど。何ですかそれ。まあまあ、そんなご都合的な設定は気にするだけ無駄なんで話を進めましょう。つまるところ、こういうことですよ。人見知りを直したかった稲葉さんの前に、なんとまあ都合のよく、自分でも理由はわからないけど、人見知りしない、さつきすばるくんが現れたから、ちゃっちゃとデートでも何でもして、人見知りを直そうって魂胆ですよ。そしてあわよくば恋仲になろうと、目の前の女の人があらかた語り終わったらしいので、霊仙さんの方に視線を向けると、顔は隠しうつむいていたので、半分くらいは合ってるんだと、僕は一人納得のようなものをつけていた。まあ、なんとなくはわかりましたけど、あなたはなんでそこまで知ってるんですか？今回、皆様に参加してもらった、理事長代理による道楽。楽しげな提案を円滑に進めるために、あなた方含め4名のことを、いろいろと調べさせてもらいました。稲葉さんの3サイズとか聞きます？結構です。さすがに冗談ですって。0.1 割くらい。それほとんど事実ってことじゃないですか。まあまあ、私とのお話はこの辺にして、さつきすばるくんは早くも対面した、最初の問題を稲葉さんと解決して、あわよくば、さっさと付き合っちゃってください。そう言われ、目の前の人は指をくるりと一周させ、僕に後ろを向くよう指示する。本当にこの人は人事だと思って。すばるくん、お願いしても。いい？はぁ、わかりましたよ。付き合うかは置いておいて、霊仙さんの人見知りを直すのは手伝いますよ。スバルくんありがとう。今日はお赤飯ですかね。まあ、もう少しでお昼休みも終わりますし、教室戻りましょうか。うん、あれ？私のことは無視ですか？ねえ、ちょっと。ひどくありません。